さあ、えー、こういうマイク類なんですけど、えー、基本的に、えー、どこに入っていくかというと、ミキサーと呼ばれる、えー、機材です、はいまあ。ミキサーというのは音を混ぜたりとか、そもそも、えー、マイクっていうのはすごく元々の音が小さいんですね。それを、えー、録音できる音量にまで持ち上げていけな、えー、持ち上げていけ、えー、やらなきゃいけないので、それ、まあプリアンプっていうんですけど、そういうのが入っている。 のがミキサーと呼ばれる機材です。でですね、よくビデオ撮影のまあ、音響機材では専用のミキサーってのも使われるんですけど、結構ですね、価格が高いんですね。そのバッテリーで動いて、さっき言ってた 48V のファンタム電源での供給できるものが。割ともう、マイクが2本ぐらいしか繋がらないけど、十数万円とかしてしまう。高価なものが多いんで、最初からそこまでどうかなという人におすすめなのが、 はい。それでですね、今ちょっとおすすめなのが、最近すごくいろんな種類が出てる、えー、IC レコーダー。しかも、ちょっとまあごついですよね。この本格的な、まあ、PCM レコーダーなんても呼ばれますけど、こういったタイプのものは、えー、いわゆるコンデンサーマイクにファンタム電源も送れるし、えー、複数の音をまとめることもある程度できるし、えー、カメラにね、直に送るよりも、高、えーえー、音質で録音できたりもするので、非常におすすめです。はい。で、 え、さっき言ったのポータブルの、まあ、撮影用のミキサーなんで効果かというと、やっぱりバッテリーで動いて、どこにでも持ち歩けるっていうのは少なかったんですね。まあ、当然こういったものは、電池バッテリーで動くので持ち歩けますし、え、例えばですね、室内でやるんであれば、これはまあ、小型のミキサーなんですけど、はい、これもですね、実はこの、映るかな ?48V って書いてあるんですけど、これが、え、このプラス 48V って書いてあるのが、いわゆるファンタム電源やつです。 これが書いてあるやつであれば、ファンタム電源を供給して、コンデンサーマイクを使うことができるので、コンセントから電源取れる時であれば、こういうものが使えます。これなんかはですね、もう結構十何本の音をまとめられるんですけど、これでもうせいぜい数万円ぐらいですね。もうずっとこういうコンセントをつなぐタイプは安いので、室内だけの撮影とかだったらこういうものを使ってもいいかなと思います。はい。 じゃあ、マイクとミキサーなんかをつなぐときに、いろんなケーブルがあります。代表的なケーブルを、えー、種類をご紹介しておきましょう。まず、まあ、別名、マイクケーブルなんての呼ばれることが多いんですけど、はい、マイクの、こういう端子につなぐところですね。はい、これがですね、まあ、XLR とかキャノンとか呼ばれる、えー、こういう端子のケーブルですね。これが両端違うんです。 はい、この尖ったのが中に入っている。これをオスって言いますね。はい、こっちに穴が開いてこれはメス。え両端がオスメスとなっている、えー、まあ、キャノンなんて呼ばれたり、XLR って書かれたりですね。するタイプのケーブルです。はい、で、これを、まあ、マイクの方に繋いであげてやるんですけど、これの特徴として面白いところとして、例えば、あ、ケーブルの長さ足りないって時ですね。普通のやつは延長専門のケーブルって大体のものがいるんですけど、 これに限っては実はどのケーブルも端っこが違うんですよ。このメスとオスなので、日本のケーブルをこうやって繋いであげると、いくらでも、まあいくらでもってことはないですけど、延長できてしまうという、そういう特徴があって、しかも抜けにくいと。非常に丈夫でノイズも入りにくいということで、まあマイクをはじめとして、もう業務用の分野で結構使われるような端子ですね。ファンタム電源 48V を供給するときにはこのケーブルで行います。 はい。その他もいろいろありまして。はい。例えば、結構おなじみな、例えばオーディオのコンポなんかですね。そうすときおなじみなのはこんな赤白の、こんなのあると思いますね。はい。こういうやつですね。まあ、ビデオなんかもこんなので刺したりすると思うんですけど、まあ、これ、えー、ピンプラグとか呼ばれますね。まあ、RCA ピンプラグとか呼ばれますけど、まあ、こんなのも、えー、撮影の機材自体では少ないですけど、えー、例えばですね、こういうミキサー類。 こういうものには、だいぶ使われてるところがあります。なので、こういうミキサーから音をカメラに送りたいな、なんていうときには、こう,うピンプラグの出力から、これを挿してあげて、カメラの方に入れてあげるというような作業も必要になってきます。はい。そして、え、やはりよく見ると思うのが、いわゆる、え、ミニ、え、ミニジャックと呼ばれるものですね。はい、ミニミニジャック、ミニプラグと呼ばれますが、これよくあの、まあ、 携帯プレイヤーとか、小さいものですね。よく使われている。パソコンの入出力なんかにも使われると思いますが。はい。これもですね、えー、例えば、ヘッドホン端子なんかですね、ラインアウトとかから出してあげたりとか、というとき使われます。あと、えー、エレクトレットコンデンサーマイク。さっき出てきた、こういうタイプですね。はい。これの接続をするときには、大体この端子ですね。こんな感じで、つないであげることになります。はい。 で、もう一回りそれの大きいのが、ちょっとこれ変換してあげると。はい。こんな、えー、まあ、フォンと呼ばれますけど、えー、標準的なジャックですね。はい。例えばですね、さっき、ここの PCM レコーダーの下についてる。これ基本的に、まあ、キャノン XLR のジャック、ケーブルがつながるとこなんですけど、真ん中にこの穴が開いてて、こっちのタイプも刺さるやつもあるんですね。 これ、コンボジャックなんて呼ばれるんですけど、えー、こんな風に2種類つながる端子の場合もあるので、えー、これも便利ですね。はい。まあ、これもえよくこういったミキサー類の接続なんかに使われます。で、ですね、ミキサーのところも、まあ、入り口一緒なんですけど、えー、大体この音声の信号のってのは大きさによって、マイクレベル、ラインレベルなんて言われます。まあ、マイクレベルっていうのはもう、マイクから出てきたような、いわゆる小さい音です。 で、それの音量を上げてあげると、いわゆる、まあ、え、なんでしょうね、えー、オーディオ機器同士で繋いで録音できるのは LINE レベルというのになるので、基本的に、まあ、ミキサー類でマイクの音を LINE レベルに上げてあげて、カメラに送ってあげたり、またこっちで直に録音してしまったり、そんな風な作業ですね、これからやっていただくことになります。はい。そしたら、ね、またですね、今これ、 タブレットとかありますけど、えー、最近ですね、まあ、こうスマホタブレットとかに、えー、こういう端子繋いであげて、こう本格的な PCM レコーダーと同じようになるような道具もあるので、例えば、まあ、メインで使うではないにしろ、ちょっとなんか効果音とか取りたいなという時に、そんなのもあると便利かなというのもあります。はい。じゃあ、それぞれの、ね、使い方はこれから詳細にやっていくんですが、はい。まずですね、じゃあ、音声って、結局のところ今の、えー、 ビデオ撮影、オーディオ録音もデジタルデータにしていくわけです。これ間違いなくね。じゃあデジタルデータっていうのはファイル形式、フォーマットっていうのがあります。はい。音声がですね、ちょっとまあ、いり組んだ話になるんですけど、圧縮フォーマットと非圧縮フォーマットっていうのがあります。圧縮フォーマットっていうのは、えー、皆さん例えば、あの iPod なんかで音楽聴くときに MP3 なんてファイル聞いたことあるかと思うんですが、あれは ファイルのサイズをすごく小さくして、インターネットとかでも簡単に送れるようにして。で、結構そこそこ音がいいっていうものなんですけど、まあ圧縮という作業をしてるんですけど、えー、録音、ソースを録音するときには圧縮オーディオはあんまりお勧めできません。こういうだいたい IC デコーダーは圧縮、非圧縮って選べるんですけど、えー、長時間圧縮だと取れるんだけど、えー、まあパッと聞きの音は良くても、加工していくとちょっと荒が出やすいので、非圧縮。 という形式ですね。具体的には、えー、wav と書いても、wav とか呼ぶんですけど、そのファイル形式で、だいたい録音できますので、それで録音しておくのがいいです。で、えー、もう一つですね、えー、そのファイル形式の中に、え、サンプリング周波数とビット数っていうのがありまして、まあ、これ要するに、えー、どれぐらい細かいところまで取れるかとか、えー、音を広く取れるかっていう数字なんですけど、だいたい、えー、ビデオの場合は、 サンプリング周波数というのは 48kHz という値にしておくと一般的ですね。で、もう一つビット数っていうのがあるんですが、これはレコーダーがもし対応していれば24ビットという設定にしておくと、後から加工した時に音が劣化しにくいという特徴があります。はい。この辺はですね、またおって細かく別,別な形で説明できればと思います。 では、こんなような機材を使って、これから野外または屋内でいくつかのケースを録音してみようと思います。